下田監督もこうシンプルなプレーを選手たちには促したいと、はい、つなぐところ蹴るところ判断基準を明確にして2022明治安田生命 J2 リーグ第6節大宮アルディージャ対ファジアーノ岡山の一戦前半スタートです。ちょっと腹部に入りましたからね。大丈夫ですかね。ここはロングスローかなり飛んできました。ゴール前シュート。ここは南がよく止めました。川田がキープします。下げて田代、田代が柴山を使う。柴山体を入れた。カノ奪ってヘディングシュート。13分、大宮アルディージャ先制からっていう場面でしたけど、ここよく粘りましたよね。あとはなんといってもこの柴山のクロスの質、クオリティが素晴らしかったですし、徳本一人かわせる。徳本、チアゴ、ヨルディバイスのシュートは正面。あっとこぼれている。どうだ、南がブロック。押し込めないか、押し込めないか、まだある。ゴール前を横切った。リプレイです。まずここですよね、1本目のところ。これ簡単なシュートだと思ったんですけど、ちょっとね南ミスでファンブルしてしまったんですけど、その後この田代のカバー詰めたのが20番の川本でしたけれども、さあまだあります。クロスが入ってヘディングは田代、ヘディングシュート、ポスト、田代クリア。最後は山田、切れてるようですね。でこれその後ですよね、これも入ったかなと思ったんですけど、まあ運もあって高田には通らない。さすがの味方もちょっと疲れましたね。さあ早いタイミングでゴール前のボール、いいボールが入った。セカンドボールはムークのシュート。アディショナルタイム、追いつきましたファジアーノ岡山。途中出場のステファン・ムーク、やはりこういうアバウトな、ね、ボールをボックスの中に入れると何が起こるか分かんないんでね、こぼれ球、ムークのシュート、ちょっとねこれ味方同士当たってしまってちょっとアンラッキーかなと思ったんですけど、まあここに蹴る技術素晴らしかったですね、ムーク。アディショナルタイム今5分が経過。これはタッチ終わります。そしてタイムアップのホイッスル。